さーん、こんにちは、ひろきでーす。ご機嫌いかがでしょうか。僕はもう超お疲れ、お疲れもお疲れでございます。そういう時だからこそ自分を元気づけるために一杯いただきます。おいしい、おいしいぞー。いやー何ゴジラみたいにやってんだって感じですよね。すいませんね、ストレス溜まってるもんで、もうストレスの連続で、はい、もう大変、はいはい、責任者大変、はい、分かってましたことですけど、はい、いよいよ YouTube が仕事っぽくなってまいりました。あの中間管理職で大変だった頃を思い出すなーって感じになってきました。はい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 、いろんな人から板挟み、あのこうじゃないんですよ、こんな感じでもうぐちゃぐちゃにされるような感じですね。はいはいはい、もうつらい、はい、つらいっすね、つらいっす、あーつらい、つらいよけど笑ってる僕ね、はい、あー詳しくは言えないんですけどね、僕は本当に何というか冷酷な人間だと思います。はい、いつかしっぺ返しが来ると思います。はい、うん、そうならないように気をつけてはいるんですけど、はい、まあそこまでかな、わかんないですね、ちょっと本人の気持ちを聞いてないんで、はい、まあ簡単に言うとグループ全体のためにある一人にちょっとだけ面倒なお仕事を頼んだんです。はい、けど仕事もプライベートもある中なんで、まあ負担じゃないですか、負担が増えることになるじゃないですか。けど全体の責任者である私としては、お願いしたいところなんですよね。だからお願いしてみました。はい、拒否られたら諦めようと思います、別の手を考えます。はい、もう一杯持ってきます。いやー、
なかなか、なかなかですね。明日もいろいろあるんですけど、まあそれは別として、はい、頑張ります。ほんと一日中仕事してるな。もう残業とか考えたら何時間働いているんだろうって感じですね。はい。ブラックですよ、ブラック。ブラック YouTube ですよ、ブラック YouTube。はい。誰かに変わってほしいです。はい。誰か代わりないかな。けど僕も弱い人間なんで、周りからあまりにもの強いプレッシャーが来たら多分脱退するんだと思います。グループ脱退するんだと思います。はい。まあ後継者を指名しないといけないですけどね。はい。後継者指名しなくてもいいかな。後継者は自分たちで選んでくださいでいいですね。はい。でまた自由の身になって、はい、っていうのもありかなっていうぐらいストレスが来てますね。はい。そうですね。こんなことじゃいけないな。もうちょっと強くいなきゃいけないんですけどね。けど自分の弱さももうこの年だと分かってるんでね。まあだいぶ来てるなっていうのもなんとなく分かってるんですよ。はい。ねえ、どうしようかな。やめちゃおうかな。やめた方がグループのためになるんだったら僕やめますよ。はい。いや別に僕に文句を言ってきてる人はいないんですよ。苦情を言ってきてる人は一人いますけど。みんなの心を一つにまとめるのはなかなか難しいので、みんなね、あの目的が違いますから、微妙にね、うん、目的を勘違いしてる人もいますし、うん、まあちょっとずれてるけど概ね合ってるかなみたいな人もいますし、はい、ああ僕の考え方をよく理解してるなっていう人もいますし、ほんといろいろなんですけどね。はい。うん。そうですね。いや、どうしていこうかな。僕が給料払えたらいいんですけどね。そしたら言った通りにやってくれそうなんですけどね。
それはしたくないんですよ。そんな組織にはしたくないんですよ。金で人を動かすみたいな組織にはしたくないんですよ。悩みどころですね。ビール吐きそうになってきました。やっぱ気分が悪い時ってお酒も進まないんですね。本当に精神的に参ってるんだと思います。それをそのまま放映しちゃう、配信しちゃうっていうこの一人語り。いやー、ちょっと吐き気してきたな。明日大事な日なのにな。飲まなきゃよかったな。まあ、けどこれ飲んだら終わりにしよう。人相がやばい。笑顔がなくなってる。笑えばいいってもんじゃねえんだよって感じですけどね。笑っとけ笑っとけっていう言葉もありますよね。けどちょっと今笑ったら吐きそうになっちゃった。本当に本当に精神的にやられてる僕、今。僕、精神力強そうに見えます？僕、精神力すっごい弱いんですよ。はい。ちょっとしたことで、なんか反省しちゃったりとか、するんですよね。はい。ニコニコしながら、頭の中で反省したりとか、あ、なんか僕言い方間違えたのかなとか、いろいろ反省しちゃうんですよね。大丈夫かな。うわ、寝てる間に吐いたらどうしよう。
頑張ろう。まあ、ちょっとね、だいぶやばいっすね。明日本当大事な日なんですけどね、朝から。これはだいぶやばいな。今吐きそうでした。いやー、ストレスってこんなに人を変えてしまうんですか。今ちょっと戻ってきました、体調が。なんとかかんとか、もうギリギリのラインですよ、もう。苦しいな。明日大事な日なんでね、頑張ろうと思います。はい。どれどれカレンダーを見てみよう。どれどれカレンダーを見てみよう。1、2、3、4つ、5つのミーティング。その他やることもろもろ。ちょっとなんとか飲み干してみようと思います。はい。はい、飲み終わりました。なんとか持つといいな。今のところ大丈夫です。はい、それではこの配信は以上となります。また別の配信でお会いいたしましょう。さようならー。